こんにちは、プロダクトデザイナーのテントの青木です。今日はですね、ちょっと家のことなんかを話したいと思うんですけど、2020年ぐらいの頃なんですけど、3ヶ月くらい岐阜でリモートワークしてたことがあったんですよ。で、その時に気づいたんですけど、僕が掃除やっていたお仕事って一番多いの大阪だったりもしますし、ほぼ打ち合わせはオンラインでやってたんですね。ひょっとして住む場所変えても仕事できるかもっていうふうに考えちゃいますよね。ここ岐阜県の某所なんですけど、ここは僕の親のひげじいが暮らす地域で、柿畑しかない小さい集落なんですね。で、ここでひげじいは古民家再生っていうのをずっとしてて、もう15年ぐらい経ってます。で、このひげじいが暮らす古民家の裏にボロボロの鶏舎があったんですよ。昔おじいちゃんおばあちゃんが鶏を育てて、卵を売るっていうお仕事をしてたので、その名残で一つだけ鶏舎が残ってたんですね。ひげじいが今薪ストーブの薪を溜め込んでいる小屋として使っていて、それを見てたら、なんか鶏舎ってかっこよくないって思えてきたんですね。で、この鶏舎をリノベーションすることで済んだら結構いいんじゃないかなっていう考えがよぎりました。で、そこでこの岐阜に拠点があるみゆきデザインさんっていう建築家さんがいるんですけど、この鶏舎がリノベとしてできるかなって聞いたんですね。そしたらリノベはまあできると、ただリノベーションと新築ってコスト変わらないよって言われたんですよ。なんかそこまでしてこのオンボロ鶏舎残したい、そんな思い入れあったんだっけ。で、そんなことを考えて、で、ちょうどその翌年ですね、この鶏舎の裏の柿畑があったんですけど、うちの親がもう柿育てるの大変だから全部やめるって言ってチェーンソーで切って、とりあえず空き地として置いてあったんですね。で、この空き地何に使うのって聞いたら、今のところ何も考えてないということだったんで、そのあたりをみゆきデザインさんに相談したところ、いっそ古い鶏舎はこのボロのまま倉庫としてとか遊び場として使えばいいじゃんと、これ面白いなと思って、それで早速みゆきデザインさんに面白いプラン提案をお願いしますということで依頼させていただきました。みゆきデザインさんが柳瀬っていう商店街をすごく盛り上げてる方々なんですね。地域が盛り上がってて、こう人がワイワイ行き交ってるみたいな場所ってすごくいいなっていう憧れもあって、でその時僕の妄想として伝えたものがあったんですけど、当時こんなことを言っていました。周りの人も喜べるような面白い何かが生まれる場所にしたいとか、ワークスペース併設であわよくばたまにワークショップするかもとか、広い空き地を生かして外と中で何か面白いことしたいとか、あと倉庫や体育館みたいな何もない空間がいいなとか、そんないろんな漠然としたことをみゆきデザインさんに伝えました。で、その結果みゆきデザインさんからの提案として、こんな感じで心地よく暮らしを開くと、活動を広げるような敷地や部屋の境界線を感じさせない計画にすることで、地域と混ざり合うような空間はどうですかっていう提案をいただいたんですね。まあ、例えばっていうことで、ざっくりした平面図ももらえたりとか、模型も提案していただきました。で、この模型もすごく丁寧に作ってあって、まあ割と感動したんですね。みゆきデザインさんからの提案はどういうものかっていうのを僕なりに一言でまとめると、人と人や外と内など開かれたつながりを持ったいくつもの交点からなる家という提案なんだなっていうふうに僕は受け止めました。で、そういう意味ではすごくいいプランだなと思ったんですね。ですけど、ちょっと2日後くらいからすごいモヤモヤしてきて、そもそもですね、公共に半分明け渡したいんだっけとか、暮らしと仕事を道で分断するっていうプランだったんですけど、暮らしと仕事そんな道で分けたいんだっけとか、もっとなんか何もないただの空間みたいの欲しいなとか、とこう環境が、まあ今も雪降ってんですけど厳しい環境なんですよ、ここ。なので、冷暖房効率がこんな分断されたプランとかだとちょっと気になるなとか、あとそもそもですね、青木家、僕の家族含めて僕たちは何をしたいんだっけっていうところに至ったんですね。人と地域とつながりたいって、なんかそんなようなことを最初言ってましたと。でも、それって一番したいことなんだっけ、ちょっと疑問に思ってきました。で、これまあ、うちの家族とかヒゲじいとか含めたみんながやっていることなんですけど、さらに奥さんも含めてこう料理を作って、子供たちもその料理とかケーキ作りとかお手伝いするみたいなのを結構喜ぶ子供たちで、要は一言でまとめると、作りたいっていう思いが強くて、この作りたいっていう思いを叶えることができるんだったら、この場所に家を作るっていう価値はあるんじゃないかなと考えました。まとめると、青木家の暮らしにとって作るって大切なんだと。で、作るこそが遊びであり仕事であり、そして人や社会とつながるきっかけになったんですね。で、各々がそれぞれの場所で作るに没頭して、その上で休むによって適度につながるみたいな、そんな家に住みたいなっていう考えに変わってきました。つまり、作るに囲まれた暮らし、
っていうのが理想だなということを思いました。でその考えのもとにざっくりまとめると、まず、まあ、勉強とか仕事とかそういった作るっていうのがあって、で DIY とか、まあ、畑も作りたかったんでそういう作るっていうのがあって、あとは料理を作るみたいな、そういう作るっていうのがあると。この3つが重なってて、この重なったあたりに休むがあるみたいな、そういう概念の中に僕は住みたいなと思ったんですね。で素人なりにですね、なんとなく寸法を拾ったりとかして考えてみました。これ僕が書いた図なんですけどね、こんな感じで整理できるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でみゆきデザインさんにこんな感じでって伝えたところ、なるほどと、まあ、これはこれでわかるっていうことで、もう一回プラン考えてきますよっていうふうに言ってもらいました。一つ目がこちらですね。割と僕の書いた図面の通りというか、まあ、階段が足されたりとかいろいろありますけど、で次ですね、みゆきデザインさんからこういうプランもどうですかっていうのも提案いただいたんですね。でこれは機能を分離して家全体の回遊性っていうのを取り入れたプランですね。でこの2つのプランいただいたことでまた悩みました。なんかそもそもどんな空間が欲しいんだったっけってとこにまた立ち返るきっかけをもらえたんですね。これですね、あのテントの中目黒にあった事務所の写真なんですけど、こういうでっかい机が中央にあって、でそこにみんなが集まるみたいな、そんな働き方をもう10年以上ずっとしてるんですね。こんな感じででっかい机と、あとはただの空間みたいな余白が欲しいなと思ったんですね。欲しいのは開放感のある無駄な余白で、ちょっと足りない未完成な空間で、そういう未完成な空間だからこそ満たされていないから作る気持ちになるんじゃないかなと。だから家の真ん中にブランクっていう空間を作って、そこからただの空き地でしかないこの外の外部空間につながるようにしたいなっていうことを思いました。でこうすることで作る場所作る場所作る場所休む場所っていうのは最初に言った通りなんですけど、その真ん中にもう一個ブランクって呼ぶ空間が足されたんですね。僕の方でも図面から拾って3D でこう空間立ち上げてこうレンダリングしてみたりとか、あと模型作ったりとかもずっとしてました。みゆきデザインさんからも都度詳細な情報が来たりとか、はい、CG が来たりとかもしてました。途中からはもう手書きでですねスケッチをガン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 やり取りして詳細な部分を詰めていくっていう作業をしました。でこれが最終の模型ですね。はい、そして出来上がったのがこの家というわけです。でこの家の詳細については別でおうち探検という動画があって、うちの子供たちと家のことを紹介しているので、そちらも見てもらえると嬉しいです。なんで東京から岐阜に引っ越したのかなっていうところで言うと、ちょっと僕の考えが一つあるので最後にお話しさせていただきます。街歩いてるとあらゆることにいろんな選択肢があるんですね。なので比べて一番いいものを選ぶとか気に入った最適なものを選ぶっていうのはすごくやりやすいなっていうのが都市に暮らして思ったことですね。で一方で地方生活の楽しみ方って選択肢を自ら作り出す自由があるなって思いました。まあ、空間的にもめちゃくちゃ広がってますし、あとお店もですね、どちらかというとそういった完成品がいっぱい並んでるっていうよりは素材が売っているお店が多いんですね。なので作り出す自由度っていう意味ではこの地方の方があるんじゃないかなと思いました。でこの2つをこうぐる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 行ったり来たりできるのってすごく贅沢なんじゃないかなって僕は思いました。実際に暮らして今4ヶ月ぐらい経ったんですけど、まあ結構やっぱり空間が広いだけあって試作をどんどん置いといても邪魔じゃないですし、すごく作ることにおいてやりやすい場所だなと思ってます。ということでこれからもデザインのこととかものづくりのこととか、まあこういう暮らしのこととかもですねちょくちょく紹介していければいいかなと思っています。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。ではでは。